3回目のコペア歌舞伎でございます。明日の初日から千秋楽まで一生懸命務めさせていただきます。皆様方の温かいお顔やそれから目の光、手をのぬくもりを感じているときに、東の方で起こった大変な不幸に対して、西の皆様、琴平町、四国の皆様が力を、手を差し伸べている姿を連日ニュースで拝見しております。本当に胸がいっぱいになります。私ども俳優は人様というのはなかなか感動や勇気というものを皆様方に送るということはなかなかできません。しかし感動や勇気を与える、そのなかなかできないことを私ども俳優は商売にしております。これは常に私ども俳優が心しておかねばならぬことだと思っております。そういう意味でもその千秋楽の日に日本にもう少し笑みが、喜びが、笑顔が戻るような舞台を初日から楽まで務めさせていただきます。今日は本当に降りました中をこうやって熱い眼差しで皆様方見つめてくださって、このお心が今の日本、今の日本を東を救おうという皆様のお心が現れでございます。もうそれを胸にひしひしと感じて、その感動を与えるのを商売にしている我々の俳優としては、よほど心をして毎日の舞台を務めなければならないと思っています。どうぞ明日の初日から千秋楽まで、連日やっております。皆様が笑みと勇気と元気と、そういうことがまた日本に盛り返りますように、そういう思いで一心に皆で努めたいと思います。どうぞ千秋楽までよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。